1973年1月27日、協定調印の様子パリ和平協定は、1973年1月27日、パリで、ベトナム民主共和国、ベトナム共和国、南ベトナム共和国臨時革命政府、アメリカ合衆国の間で調印された、ベトナム戦争終結を訳した協定。正式名称はベトナムにおける戦争終結と、 平和回復に関する協定。事前協議では、まず南ベトナム解放民族戦線の地位をめぐって、大いに揉めた。南ベトナムはベトコンが北ベトナムの区別であると主張して、会議への参加を認めなかった。これに対して、北ベトナムとベトコンは、南ベトナム自体がアメリカの海外政権であると主張して、双方は平行線をたどった。結局ベトコンが新たに、 南ベトナム共和国臨時革命政府を樹立して主権国家としての体裁を整えることで会議への参加が認められることになった。しかし、パリ平和会議への道のりは長かった。北側と南側は各代表団が用いる机の形をめぐってまで論争を繰り返した。北側はすべての代表が公平にみなされるように円形テーブルを用いる要主張。南側は 南北の対局がはっきりと示されるように長方形のテーブルを用いる要主張、双方一歩も譲らず数ヶ月にわたって事前協議は空転した。結局北ベトナム政府と南ベトナム政府の代表が円形テーブルにつき、アメリカと臨時革命政府の代表は円形テーブルの周囲に個々に配置された長方形テーブルにつくことで妥協を見た。 協定は1973年1月27日に調印された。これによりすべての参加国には1954年のベトナムに関するジュネーブ協定によって承認されたベトナムの独立、主権、統一性、領土を尊重することが求められた。これを受けて29日にはアメリカのニクソン大統領がベトナム戦争の終戦を宣言。 アメリカ軍は3月29日までに南ベトナムからの名誉ある撤退を完了した。会議の事前協議と調印へ向けての尽力を称え、アメリカのヘンリー・キッシンジャー特使と北ベトナムのレドクト特使に1973年のノーベル平和賞が授与された。グエンバン中大統領をはじめとする南ベトナム政府は協定に反対だった。北ベトナム軍は自身が 実行支配している南ベトナム内の領域から撤退する必要がなく、アメリカ軍が撤退した後、北が協定に反して南に進攻し始めた場合、南にはこれを食い止める抑止力がなかったからである。その後も戦争はやまず、果たして1975年3月10日に南ベトナムの危惧は現実となり、北ベトナム軍はホーチミン作戦を開始した。 そしてついに4月30日にイゴン陥落、南ベトナム政府は無条件降伏した。翌年7月に南北は統一され、ベトナム社会主義共和国が成立した。ありがとうございます。